中さん工房のリオです。今回はいつも姉ちゃんがやっているメイクを今回私が初挑戦していこうと思います。私は姉ちゃんみたいな大人っぽい感じのオリジナルでできないからちょっとミニキャラを描いていこうと思います。で、今回リメイクする視聴者さんの絵がこちらです。今回の視聴者さんの絵はウィンクしていたりとかニコッとした表情がとっても可愛いですよね。後ろのリボンとかも髪の毛に使われてるピンクとはちょっと違う濃い色のピンクでちょっとそこがアクセントになるかなと思ってます。あと髪の毛の黒とパーカーの黒が同じ色なのでパーカーの黒を茶色に変えていこうと思います。そしてまつ毛の光とかピンク色と黒の相性も考えてやっていこうと思います。それではリメイクしていこうと思います。今回初リメイクプラスで初ウィンクの顔写真、うん、この視聴者さんの絵もさものすごくミニキャラチックで、うん、めっちゃ可愛い、うん、じゃあこれをどうリオが初リメイクしたのか楽しみだね。気になる。いっせーので、お
おお、すげえ可愛いじゃん。可愛い。最強じゃない？え、可愛い。どう？いや、すごくいい。え、めっちゃ可愛いんだけど。めっちゃ可愛い。ラブとかいいよ。あとね、後ろの髪の毛もさ、パーカーも黒じゃん、視聴者さんの絵は。じゃけんね、髪の毛と動画しちゃうかなって思ってさ、あのパーカーをさ、茶色にしたい。あー、いいと思う、いいと思う。初めてでこんな描けるん。黒とさ、明るいピンクってさ、合いにくいじゃん。合いにくい。合いにくい。じゃけんさ、そのまま視聴者さんの絵みたいにパッキリ切るか迷ったよね。いや、ちょっとこれは行ってみようって思って行ってみた。いや、いいよ。めっちゃ可愛いじゃん。しかもこれってさ、髪の毛の黒のところってこれ C？ C だよ。C とこのピンクをすごい上手い具合に使ってるな。いいよね。あとね、ハーフアップにした。あー、なるほどね。ラブの文字も綺麗に残したね、よく鉛筆でさ、やって薄くほんと消してやった。なんかほっぺに手当ててるのが可愛い。ほっぺのさ、この手のサイズがちっちゃくてさ、めちゃくちゃいいよ。思った思った。耳キャラって顔大きいじゃん。そうそう、いや、めちゃくちゃいい。しかもラブのさ、この風船のさ、ピンクのグラデーションもマジでいいよ。やっぱ色のバランスがめちゃくちゃいいよね、この全体的なね。そう思った思った。色ムラもなきで、なんかすごいな。こんな広い範囲なんてないのすごいね。ほんまね、色ムラだけは気をつけたい、ほんと。だけはって言っちゃうね。この色紙に書いてるからさ、丁寧に書いてるのが伝わってくるね。なんか気合入るんだよね、色紙に書くと。そう、気合が入るんだよ。いちいちさ、リボンの影とかすごい丁寧でいいよ、いいよ。マジでびっくりしたの、出された時、ね、え、こんなのかけたっけ、リオみたいな。おお、じゃあどうなるのかなって思ってたんやね。めっちゃ楽しみにしてたんだけどさ、その想像を超えたな。これリオにしかダメだよね、こんな可愛いのね。ちゃんと目の光ってるとことか、はい、視聴者さんと同じようにして。確かにね。いやー、じゃあさ、まだ行く。リオこれからもいけるんだね、リメイク。いける、いけるよ、これ。いけるよっていうか、いいよ、いいよ、かわいいよ。かわいい、喜んでくれるといいね。うん、本当。もう、いや、でもこうやってさ、視聴者さんがすごい絵を送ってくれるじゃん、かわいい。うん、リメイクってすごい勉強にもなるしさ、うん、楽しいじゃん。いやー、感謝だね。送ってくれること自体に感謝だからね。いや、もう送ってもらったらもう大歓喜よ。あ、かわいいって。次はさ、母さんやってみてもいい？いやー、そうしたら父さんも来るんじゃない。いやいや、父さん無理。父さんこんなに可愛く描けない。最後まで見てくれてありがとうございました。よろしければチャンネル登録、高評価、ツイッター、インスタのフォローもよろしくお願いします。それではリオでした。バイバーイ。終わり。あと、プリントの方が可愛いんだけど。